どうも、よいこチャンネルでーす。始まりました。こんばんは。さあ、今日はですね、浜口さんの誕生日ケーキを作りながら、フランス土産とまずそばグッズの、お話をします。はいはい。回でございます。自分で自分の誕生日バースデーケーキを作るという回でございますね。めでたいね。めでたい。まあ、めでたいですね。1日過ぎたからしょうがないよね。まあ、そうか。うん。まあ、いいでしょう。作りましょう。はい。作りましょう。48歳の誕生日ケーキを作りたいと思います。はいはい、どんなになるか。その前にいろいろ手紙とかも来てますが、はい、うん、これがあれでしょ、年賀状のやつでしょ。なんか手紙とかも紹介しようということになっておりますが、ね、これはね、何でしょう。ゆうこさん、以前年賀状企画でハガキをお願いしたバルセロナの雅子です。ちょっとごめんなさい、馴染みがないんでございますけど、僕が忘れてしまってるんでしょうか。スペインからのなんか年賀状の依頼なんか来てる。ありましたっけ。そうそう、海外のいっぱいあって、海外のニューヨーク来てるでとか、そんな中にスペインもあって。ああ、そうか、うん、フランスの、セバスチャンじゃないか、メルシーちゃん、メルシーちゃんセバスチャンじゃないよ、フランスのね、メルシーちゃんのところには届けに来ましたけども、うん、バルセロナの雅子さん、フランスのメルシーちゃんは、シール企画の時やんか、その前の年賀状の時、あ、年賀状欲しいって言って、でもなんか日にちが過ぎちゃってんなとかいうのもあって、ああ、そうあったか、ごめんごめん、フランスのメルシーさんにばっか気持ちがいってて、うん、ねえ、バックパッカーののりこさんで泣いたっけそれは俺らがイスタンブール空港で知り合った僕は、僕の面識ないですよね。面識ない、ダウンのロングコートのノリコいや、よく知らないノリコイスタンブールで乗り遅れたのが、うん、俺ら3人とノリコさんだけそうか、バルセロナの雅子さん何でしょうか。バルセロナの雅子さん、バルセロナの雅子です。絵はがきが18日までに届いているといいんですが、うん、そうですね、届いてたのかな。今回は賄賂の名目でプレゼントを送ってみました気に顔があるものはカガディオ入ってるのかな、これですか。うん、カガティオといって、スペインのカタルーニャ地方、バルセロナの地方です。のクリスマス、1月6日に欠かせない伝統的なキャラクターです。うん、サンタじゃないねんな。これですか？カガティオ。あ、めっちゃ可愛いですよ。総務機に使うのかな？あ、これ？こう木にね、なんかこう、可愛い布巻いて、うん、で、こう顔つけて帽子もかぶして。はい、これが？カガニーニョ？カガティオ。カガティオ。カタルーニャ地方のカガティオ。カガティオ、かわいいですね、はい。伝統的なキャラクターです。本来は親がチェックの布の下、うん、チェックの布は、チェックの布の下にお菓子などを隠して、うん、子供が背中にある木の棒で叩いて落ちたものをもらうというものですが、今回は木が重たかったので小さいのを送っていました。へえ、かわいいですね。じゃあお菓子隠れるぐらいから相当でかいな。でかいんだろうな。うん、どうか年賀状よろしくお願いいたします。よいこチャンネルは夫、かっこスペイン人と見ていて、いつも笑って笑って癒されています。夫はあまり日本語は分かりませんが、訳しつつ一緒に楽しく拝見しています。はい、見ている間は日本にいるような感じがして、お二人の雰囲気はとても居心地が良くて大好きです。ありがとうございます。夫からも手紙があるので、私が訳して代筆します。夫、スペイン人旦那さんの、はい、これかな、一緒に入ってた。そう、ここ。あそこ、うん、たとえ忙しい日でも、良くない日でも、よいこさんの番組を見ると笑ってリラックスできます。いつもありがとうございます、うん。僕の妻がゲームセンター CX のことを教えてくれてから、うん、僕の YouTube のおすすめ動画はほぼ有野さんの動画一色になっています。すごいな。かっこ浜口さんごめんなさい。全然いいですよ。浜口さんは有野さんに比べると少ないです。僕もゲームセンター CX、まあちょびっとだけありますけども、うん、まあでもそれはあれか、新作ゲームですからね。そうね、うん、もうよいこチャンネルが、YouTube に出てくると見ずにはいられません。すごいな。よいこさんのことを教えてくれた妻にも感謝しています。有野さん、浜口さん、これからも面白く頑張ってください。はい、僕らも、スペインでよいこチャンネルを広めていこうと思います。ありがとうございま す, いうです。もうこれが多分 YouTube の凄さやね。もう海外に、うん、海外にもファンができるという、うん、そう、海外で仕事してるけども、うん、日本を懐かしく思えるっていうことですよね。そうか、日本語の配信は。ありがとう。これは何でしょうか。何か一緒に、それ書いてないたんですけど、一緒に入ったのかな。あ、何か可愛らしいミトンがね、スペインって書いてるの。スペインかな。ペオペルペオペルってペオッペル君っていうの。ペオッペルっていう、え、トカゲじゃないの、それペオッペル君っていうね。うん、あ、もうちゃんと向こうこうリングがついてて引っ掛けれんね。マノプラみたいな。え、これなんか使うな、もし
緒に、うん、あでこれバルセロナのこれかな、なんやこれカレンダー、うん、あれだあれだね、あれだよね、サグラダファミリアか、そうサグラダファミリア、サグラダだ、ずっとでけへんやっちゃ俺都市伝説好きやからここがすぐ分かったちゃう、サグラダファミリアやろ、そう中にもエレベーターもあるらしいね、もうマジかいや、すごいな、まだでけへんやろ、でけへん、もう永遠に完成せへんやろな、あれはな、どうなんやな、そうか、うん、っていうのをいただきました、ありがとうございます、え、どうしたらいいんですか、これは年賀状を送ったらいいんですか、もう送った、年賀状はもらったんじゃない、あ、そういうのありがとうみたいなことだ、ちょっと飾っときましょうよ、今回は賄賂の名目で絵はがきな、ちょっとあれ賄賂の名目ってな、これアロンでくっつけとこ、後でな、アロンって何ですか、アロンアルファのことですよこういっとこか、あ、なんかどんどんグッズが可愛いな、ええやん、フランスのパリの間に、うん、いいですね、カガティオ、カガティオか、忘れてた、絶対覚えられない、来週にはもう忘れるな、うん、書いといた方がええんちゃう、カガティオってあの忘れる、付箋にそんな付箋でこうくっつけとくの、カガティオ忘れるから、このカレンダーも何してんの、熱でこう、あ、知らない、そういうの開けるの知らない、ここやで、ここ、こうやんのかいな、もっともっと、あ、無理や、ガリガリ、もっとガリガリ、ほんまか、うん、ここ、これほんまか、人からもらったプレゼントそんな乱暴に、違う、ビニール硬い、ここのちゃうやろ、 DVD ってこうやって開くねんけど、 DVD やろ、それは、あ、ここですぐ開いた、あ、なんやへえ、なんか書いとこかあ、悟空は飾らないのっていうコメントが来てるらしいですよ、ダークちゃん、ダークサイドを見たんでしょうね、そうか、あの悟空飾る、あの悟空はあのチャブディのもんやからなチャブディが家で飾ってんねんけど、そうや、ね、これがここのヨコチャンネルのやからね、うん、ダークサイドをここでやるんだったらここに来るんじゃないチャンネルが違いますから自分でなあ買ったやつを、うん、まあ、ここに飾られてる自分が編集してチラッと見て頑張ろうっていうやつやったんですけど、うん、そうやで、かがってよってここ書いとくわ、忘れへんうちに、ここにかがってよって書くの、うん、かがってよってかがってよはあれやねんけどな、うん、それはサグラダって書かなあんじゃないの、な、かがってよってこう書いといたら絶対そんなに書く絶対忘れへんから、エースどけていいんじゃない、エース交番にしようよ、エースちょっともうその題材に乗っけちゃえばいいんじゃない、あ、なるほどな、色紙を一回置けばいいのに、なんでかがってよ全然置かれへんな、あ、いたいたいた、あ、ええね、若干ちょっと見にくいですけどあ、かがってよって教えてくれてるってことね、うん、かがってよ、よし、忘れへんぞ、もうこれで大分の、あ、もう一個なんか来てるな、もう一個、あ、これは、え、神奈川県相模原市のやつですけどね、はい、あら、え、ちょ、手紙から読もうか、はい、ゆうこ様、はい、はじめまして、はい、はじめまして、くらくらふーたのゆうきと申します、知らない何コンビ、くらくらふーたのゆうきと申します、コンビですか、いつも配信を楽しく拝見させていただいております、コンビですか、誰ですか、くらくらふーたはくらくらふーたのゆうきくんですあ、そうですか、いつも楽しく配信を見させていただいております、はい、この度有野さんの娘が富岡義勇が好きだと配信で伺っていたので、うん、鬼滅の刃のね、そうですね、はい、キャラクターです、私のチャンネルで作成した、チャンネル、もうYouTuber ですか、なんでしょうね、私のチャンネルで作成した富岡義勇の作品をもらっていただけたらと思い、はい、勝手ながら送らせていただきましたいりません市販のやつが欲しいです、こちらはレジン、樹脂とワイヤーで制作したものになります、はい、少しでも気に入っていただけたら幸いです、
レジンと樹脂って何、はい、またマサルさんが好きなキャラクターが明確に、分からなかったので、もし、よろしければ好きなキャラクターを教えていただければ作成させていただきたいと思います。これからも楽しく良い子らしい配信を続けて、一視聴者として とても楽しみにしております。ありがとうございます。アルノさんには申し訳ないんですが、今年も12時間配信期待しています。あんな年末に寒い時クラクラフータのゆうきさんからいただきました。あ、うん、かっこいい、こういうの。だから誰よクラクラフータは。あれんで、クラクラ、いや知ってますかね。市販のやつじゃないでしょそれ。あれみんなも誰ってなってます。みんなクラクラフータ検索しちゃってんじゃない。作ってるところの動画があんねやろな、多分クラクラ。なんでしょうね、うん、なんでこの額縁いっぱいのやつを作れへんかったんや。もうなんかこう、ちょっと隙間空いてるけど、鉄でやんのかな、うんうん、これ娘さんにどうぞっていうことです。あー中に入ってんのか。なんかもうちょっとそうなんですよ。ギリギリいっぱいまで作ればいいのにな。でもこの金縁を作りたかったのかな。そうなんじゃない、うん、何持ってんのこれ、サンマ。違うお前がフランスで買われんかったら剣剣やろ。剣か、うん、ああそうか、じゃあ置いとこうかも。義勇さんも置いとこうか。じゃああれなんや、撃ってへんぞって言われるんじゃないの。まあそうやな、うん、うん、いいですね。浜口さんも欲しいのがあれば言うてくださいって言ってたぞ。小爆の作ってもらえよ。小爆の作ってもらえよ、あのマスクのやつ。丸やったっけ。丸作ってもらえよ。丸でマスクは桜井や。あ、桜井、桜井真嗣や。丸作ってもらえばいい、うん、その他桜井真嗣。湘南爆走族のその他桜井真嗣。あ、総長とかおるやつ。そう、総長江口洋介、うん、親衛、うん、隊長石川明、親衛隊、あ、特攻隊長石川明、うん、あ、違う、親衛隊長やって、ごめん、親衛隊長石川明。謝ることでもない。特攻隊長丸川角次。あー、丸、もう一回のやつ、うん、リーダー補佐、うん、原沢よしみ、その他、桜井真嗣。それ、試験に出へんねん。未だに覚えてるけど、試験に出へんからな、それ。いらんな、いらん知識やな。ああそうなん、地獄の軍団、うん、総長権田二毛さん。ちゃんと覚えてる。絶対覚えんでもええ知識。ああそうだ、桜井真嗣に作ってもらう。桜井真嗣。丸のが見たいな。丸川のやつが。みんなが作る桜井真嗣。想像で作るってこと。でクラクラフータは真面目やから多分見ながら書くんじゃない。どうなんやろうな。クラクラフータ、うん、あとはもうキングダムの合戦のところやってもらうとかな。1万人の群衆会。うわーそうやな。なんか欲しいものがあれば作りますってね。まあまあそういうのでいろいろみんながいろいろくれております。じゃあグッズ作ってもらえばいいのに、はい、じゃあちょっとケーキ作っていきますか。はい、ね、やりやすか。ケーキいっぱい用意されてますよ。何ですかこれ。ちゃんとこうほら、うわ冷えてる冷えてる。スポンジケーキが、2段あります。2段にするかここで切って、うん、2段の薄めのやつを作るか分厚いのを作るか。ほうほうほう、なるほど。 と、フルーツ盛り合わせ。あー、まあ、フルーツいっぱい盛りたいね、うんうん、フルーツ盛り合わせ間に入れていくか。でもまあいちごはこうスライスして間に入れるか。2段にしようぜ。でいちご、うん、もありますよ。で、クリーム。クリームもな、作りたいな。どうした？いや、2段がええな。2段にしよう。でっかいの2段にするってこと？うん、ゴンゴンとこう。これぐらいのサイズになるね。いいね。か、あ、1段ずつ作ってみるか。1段をこう切って、普通はこれ1段切るんじゃない？1段切って。そうか。この、これ俺が作ったやつと。あるのがこれ作ったやつ。あ、俺も作るの？うん、これでいいんじゃない。冷凍スポンジケーキなんかこう切って
でクリームは作るとこうムーンといいね。でこう塗って、うん、あやりたいな女子やん女子だけでもないけど男子なかなかやれへんやろこんなん。男子はなかなかやれへんね、うん、あデコピンが強い。そうや、あ デコピンが強い敵が出てきて、あの小爆の話、小爆の話お前みんな小爆の話してくれたデコピンが強いって急に言い出すから何やどれやデコピンめっちゃ強い敵出てくるんだ敵というかあここちょっとコブあるやつだそう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 、ちっちゃいイボみたいな、うん、なんかこうやってやるんだっけコンパチが、うん、こうやった、こんなしやってたぞベシッこうか、うん、流行ったなそれで。しっぺとデコピン流行った時期あったな高校の時。流行ったな、帰りの電車通学の30分ぐらいずっとしっぺし合うっていうのがここボコ腫れたな腕。腫れた、腫れんでんなって思った。もう帰宅部やからもうやることなくて、もう電車待ちながらなしょうもない遊びいっぱいしてたもんなしてたしてた。電車が10分に1本ぐらいしか来ないからね。そうやな。よし、ホイップを。これなんかあれ欲しいな、ラップいく台な、作業台、うん、ラップでええかここな。あ、あるよ、あった。うわ今回ちゃんとしてるわ。あ、ええな、これに。でっかいのする。何を。あ、しまった、もうかげてもうた。あ、もうかさぶたや、もうはげてもうた。あ、いやそう、切って。もうケーキスポンジ売ってんねんな。スポンジ売ってるね、便利やね。これ作ろうと思ったらもう1時間ぐらいかかるんじゃない。それは嫌やもんな、めんどくさいもんなめんどくさいもんやねんけど、なんで俺こう、でこれはいらんやろ。どうするかやね。いらんやろ。あ、あ、あ、取ってもうたもうクリームとかまだ全然何もできてないけど。え、嘘、早すぎた。あ、早いと思うな。裸にすんの早かったわ。よし、クリーム作ろう。下のは、あ、スーッているの。あ、そっか、間をか、うん、よし。ここにもう一個紙あるけど、カステラみたいに。それはいるんじゃん。それいるか、うん、これ回るな、くるっと。そう、それでこうくるっと。悟空のやつ、これで見たらよかったなぁその時ないし。これいるやん。それは、これがなんか電動のやつとかやったらずっとかっこいいやろな。うん、そう、ちょっとグレン乗っける。じゃこれ紙引いてあるからここ大丈夫やろ絶対イノスケやと思うけどフランスで大人気のグレンを。毎回ポーズが違うっていうな。ねね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 ね。電動のやつ結局こういうことやろ。そう、何もしないのにどんどんボロボロなってくけどな。グレン師匠、カガティオはええの。カガティオ行ってこうか。カガティオも一回やっとったわグーッと寄ってさいいね。ねね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 ねあ、お尻そんなんやケツ汚ね知らんかった。カガティオケツ汚かった見られたくないよな、カガティオも顔めっちゃ可愛いのに。あの棒でどつくんや、背中を。そうやね。で、お菓子落とすんや。ケツバーバー叩かれてるから、もうこんなケツじゃない、背中やチェックの脳の中を叩くでしょ。よし回したし、カガティオ回したな。カガティオ回した。次注目を浴びんのいつやろな。カガティオ
よし、これにもう吹かずに置くクリーム塗ったらええから、はい、クリーム作らなあかんよ。せやで、クリームどうやって作りますか。牛乳と、はい、何やろ、卵いらんか。牛乳ですか、生クリームですか。牛乳と生クリームちゃう。牛乳ないね。あ、ね、卵白だけや。卵白でブルブル混ぜんねや。あ、これで、うん、卵白もらうじゃん。卵白いるやろ。俺なんか昔作ったぞ、卵白で。いいの、コメントで聞かんでいいの。どうやって作ったらいいですか。手洗えって書いてるわ。作る前に手洗えと、うん、そりゃそうやわな。おるかな、料理する人おるかな、この中に。検索してこっちに出てくるのかな、ね、やらしてもてる。このクックパッドライブやったら優秀な、この有益な情報いっぱい来んねんで。こうした方がいい、ああした方がいいって。料理好きの人が見るチャンネルやから。ここは料理好きはほぼ、まあ、夜か。手洗いが一番気になるけどな、うん、パティシエの人なんか大体ここすげえやけどいっぱいあるよ。こうへえ、オーブンにこう手入れるから何の気なしにやけどすんだよな。ないな、来ないな。フルーツを切っておくか、先にクリームを。クリームどれぐらい持つんやろ。わーっと作ってしぼみそうな印象やけど。生クリームの作り方、はい、アポロもあるよ。アポロもな、まぶしたらええんちゃうか。出てこないですね、まだ。来ない？うん。じゃあこの、純脂乳に書いてるやり方してみる。焦ってんじゃない、みんな。生クリームなんか作ったことないで。これ送っていいのかなって。まだ間に合ってないのか。本品を。まだグレンが回ってるとか出てんな。全然追いついてないわ。今日遅いのか。来た。あー、来ましたね。あ、冷たい水を入れたボウルを下に引いて、その上でボウルに生クリームと砂糖を入れて泡立て器で混ぜる。生クリームに砂糖を入れて氷水などで冷やしながら泡立て器で泡立てる。生クリーム、ほうほうほう、っていうことか。どういうことですか。っていうことや。これに、はい、砂糖を入れて、砂糖、あ、なかった。これにこうやってで氷をここに入れてこうやってやって冷やしながら混ぜに、うん、またガムテープの砂糖や。全然開いてないわ。こうやってこうやな。でこうやって冷やしながら砂糖で、あれ量こんだけ出んか。これはん、もう一個あるよ、うん、どっちにしますか。やっぱ同じやつ、北海道やな、純正生クリーム。これを入れましょう。まずはなんか多いかな。生クリームをボウルに注ぎました、はい、で氷を入れておりますので、はい、ここでポンと
冷やします、はい、で砂糖を感じに雰囲気で入れていきます。大丈夫ですか？あんま入れすぎたら奥さんに怒られますよ。大丈夫です糖質制限中なんでしょう？いえ、していません。そんなものはしてるって言ってはないのもう終わりました時期のもんなのあれ、うん、結構いったね。いきましたね。ザザザと入れます。そして、はい、ぐるぐる混ぜるやつを出します。あのさ、滝沢カレンちゃんのさ、なんかあのインスタやったかな、あのブログとかにな、あのいろいろレシピ書いてあんのよ。へえ。それがめっちゃめちゃ面白いね。え、滝沢カレンが書いて、美味しそうじゃなくて滝沢カレンちゃんが何を作ったんかな、ハンバーグやったっけな、ハンバーグ作った回があって、うん、そのハンバーグ作った回のレシピをずっと書いてあんねんけど、ほう、もう発想、もう どんなぐらい入れんねやろとか全く分からへんねん。あ、分量が書いてない。分量というか分量の入れ方とかも感覚で書いてくれてるから、ほうほう、ぶっ飛びすぎてて、でもあれ見ながら一回ハンバーグ作ってみたいなと思っててんけどあ、じゃあ YouTube やっていけんのかもね。使ってもいいのかもね。そうやな、滝沢カレンちゃんのレシピで作るハンバーグ、うん、作ってあるの俺がカレンちゃんの読み上げるからじゃあ来週それでいいよ。ハンバーグでいいよ滝沢カレンちゃんが、奥さんが見つけたのよ、滝沢カレンちゃんのやつが、うん、なんか見るのが好きでとかって、うん、なんかクスクス笑ってるから、どうしたのっつって言ったらいや、これちょっと見てっつって、うん、何書いてあるか理解できるっつってずっと読んで、俺結構理解できたのよあ、同じ周波数なの？多分こう言ってんじゃないかなとか、あ、理解できたよ、多分このことじゃないかなって言って、なんか分からんけど、ずっと俺解説しながらそれ見たのよ。うん、へえ。そうそう、そんなことより、これ電源を入れなかな。あるよ。あ、あったか。これで、な、マックスかそれは知らない。うわー、な、かっけえな、これでいったんねん。うわー、俺こんな音も映画のあのソーでしか聞いたことないわうわー言うて頭穴開けられるやつくれ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 違う違う、ホイップ作るやつやから。うおーうおー、あんまり下すぎたらこのステンが剥がれちゃう。あ、ほんま、鉄分取ることになる。これでええの？それマックス？いや、まだいけるよ。ビビってんの？うわっ、うわ、最大マックス、うえーい、うわ、コメントがブワー出だしたけど大丈夫これ？イエーイコメントの数が急に増えだしたけど、イエーイ、グイグイ回しております。これでホイップできんのか？うわ、モーターくせくせ、全力で回してます。ぐいぐい回してます。あ、なんか滑らかになってきた、クリームになってきた。ちょっとなってきた。ちょっと一回止めてみようか。牛乳くせえなコメントでは氷水にしてあげてって。え、あ、氷水か、氷やったんか、ただのなるほど、氷水の方がこの、あ、氷がちょっと多いかな、ガバッと入るでしょ。あ、なるほどな。イエーイ、あ、なんかええ感じになってきた。ほら、あー、デロデロになりだしてるね。角が出るまで
セメントでやってたから。何を？これ、こういうの。セメント作ってたから、こういうの。攪拌するやつ？うん。だから得意だってこと？だから得意やねん。氷水で？あ、それは氷水いらんよ。わ、来た来た。あ、角出た。ほら、これ角。生クリームにレモン絞ってくださいってのもあんね。お塩。バニラエッセンス入れないと香りが。そうか、バニラエッセンスや。お、ええ感じや、はい、角立ってきた。ちょっと待てよ、今な。お、これ。え、結局手洗った？洗ってない。牛乳くせ、乳くせはまだ坊ややな。坊やや。よし、入れたぞ。バニラエッセンス。ほら、硬くなってきた。またガリガリ言ってる、ガリガリ言ってる。これでいいんちゃうか。角が立つぐらい。もう角以上になってもうた。分離してきた。うん、まっ。指変えた？変えてない。うまい。じゃあ違う指でいくか。いらんわ。フレミングの法則みたいになってる。開いてんな、フレミング、うん、電力の方で食え。運動、磁力、電力や。違うか。そうやったっけ。運動、磁力、ウジー電ってなんて。こっちからウジー電。ウジー電、運動、磁力、電力、電力どうぞ。あー気持ち悪い。自分で話しといて気持ち悪い。うわー、ダメくじ触ったみたい。あ、うまい。気持ち悪い。あ、うまい。うまいやろ。なんでお前手洗いへんルールちゃうんか。え、気持ち悪い。自分でやっといて。あ、いいじゃない。いいね。これを塗っていきます。はい、よし、ええ感じになってきた。あれ、なんか塗るやつあるか。あ、あったあった。これをですね、ここにええ感じに塗っていきます。あ、切るのやめた。え、忘れてた。切ろ切ろ、忘れてた。濡れとるな。何してんの、何してんの、何してんの。濡れてるから拭いてんねん。何してんの、何してんの。濡れてるから拭いてんねん。大丈夫、濡れてるから拭いてん。髪あるやん後ろに。大丈夫や、刃物慣れてるから。聞いたことないで。やりやすい、やりやすい。こっち回したいもんな。ん？あ、やばい。え？下すぎた。これなんかこう棒刺してさ、こっからここってやってった方が良かったんじゃないの？何それ。いや、いいわ。言ってることが分かんない。何何あるのっちゅ。いや、まあ、ちょっとな斜めったけど、ええか。よし、こうやってこうやって持ってて、はい、うん、よし。このこっちも塗んねんな。混ぜすぎたな、ちょっと。ちょっとなんか甘いの塗ってたらよかったかもね。甘いの？甘い塗ってるわな、これ今。あ、ええね。たもとが、あ、たもと危ね。前逸が汚れる。前逸で思い出したけど、あの下野くんも誕生日コメントくれててな、ツイッターの方に。あ、そうなの。うん、ありがたい話や。俺とのツーショット昔撮ったやつ並べてくれて、うん、写真で。懐かしい。嬉しかった。持っててくれたんやとか。どうすんの、ここ何入れんの。ここは何かな。
よし、周りは後からにしようか。はあ、何かな、五一かな。何ですか、五一って。いちご。五一が見えた方がええやろ、なんかこんな感じで。見える方が嬉しいよね。なあ、もうこれ切れてるから。なあ、こんなんちゃうの。あ、どっちや、こっちか、こうか。なんか意味あるんですか、それ。え、切った時にええ感じになるようにちゃうの。あ、こう裏表にしてる。そう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 、こういうのがアートちゃうのかいな。手洗った？洗ってへんよ。嘘やろ。アートじゃなくてケーキやねんけどな。ええ感じや。中なし。え？いやいや、これからや。あ、これからか。目回ってきた。嘘やろ。俺回転弱いね、めちゃくちゃ。いや、回転、自分が回転すると酔うけど、くるくる回るのめっちゃ弱いね。トンボやな。よし、あ、目回った。どうする、いちごをもうちょっと切って入れるか。いちごもうちょい切りたいな。やっぱいちごやろ。キウイとかグレープとかパイン。いやー、どうなの。何が酸っぱくなれへん。まあ、酸っぱいのね、汁気もあるし。そう、フィッシャーなるやん、うん、これ夕べにいちごらしい。夕べにいちごやって、ええやつかな。昭和いちご深い熊本のやつやって。うーん、へえ、熊本多いね、スーパーは。熊本のやつ、昨夜に。これええやつや。ちょっと黒いな。何食ってんねん。よし、これヘタいらんやろ。洗わんでいいの。洗わんで。いちごはちょっと洗って拭いた方がいいんじゃない。そうなん、うん、信用してんねんけど俺。誰を。農家を。農家の人洗って出荷したらいちご傷むから洗ってはこうへんよ。もしもし。そんな汚いっすかね。そんな汚いっすか。うちで流行ってる誇張さん風に呼んでみたけど。あ、はい、鬼滅の。どうしよう、洗う。しゃあない、ちょっとだけ洗ってきたるわ。そこまで言うなら。手もな、ついでに。ついで、手がメインやけどな。どうすんねやろ、これ今日できんのかな。ちょっと一生懸命作ってはんねんけど、食べたくはないねんけどな。ほな言うたらあかんのか。そうやな、ウイルスね、今は。すげえ、もうすげえ毒吐いてる人もんな。頭悪すぎとか言うの。そうやね、手洗いが遅いねんな。ショートケーキ、あ、でもこれいちご足りるかな、あのパックで。ここでも終わりそうな。ほんまはもうちょっとスライスでええねんけどな。最終的にこの、ここのこれをどうしたいのかな。よし、あ、来た、洗ってきた。はい、でもこれ水分ほらとっついてもうてんのちゃう。そう、だから拭かなあかんよ一回一回。これこういう感じかな。おお、うん、え、縦。縦で行ってもうた。縦に置いた。そうなるとちょっとこう傘が増すのと、この間を埋めるためにクリーム入れたりとか。入れたろうか。足りるクリーム。どうかな。ここのヘリもある方がいいけど。3連ぐらいにしといたる。何を。いちごを3連って何。ちょっ
と説明してくださいです包丁のヘタを取ってほしいのと説明をしてほしいのですここにこういう感じでもうこのケーキをどっか移動させたら毎回こうせんでええねんけどめんどくさいなこれこうかあ、水分含ませたえ何かコメントで天野さんは来ませんかってそやな、天野くんのラジオ出てな、うん、天野くん YouTube 来てくれるって約束してんけど今日は来てくれへんな来てもらおうよほんまに土曜の今日やからな何でも作ってくれるから何作ってもらおうかになってるなほんまやケバブとか作ってもらうケバブ作れんの作れるか天野くんなら道具があるんだったらいいぜって言いそうなほんまやなあこれが三連ってやつですかそうそう三連になりました9個、うん、こう三連の三連でそう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 ほんでちょっと甘みを足すために落としときましょう、うん、甘みを足す、ね、こうやってこれ切ったらどうなるんですか切れますか切れますよあそうですかいいでしょうえあ、完成ですか、うん、もう下段は塗るのがなくなりますんであ下段完成ですか、うん、はい、下段完成しましたこの上に乗っけます、はい、うわ、もう壺押しみたいになってるあ、舐めた雨手洗ったくせに舐めた今ほんで、はい、ここのやつもこうこそぎ落としてこれをデコレートしていきますデコレートするんですかはいバイトでセメント塗ってたんで結構好きですあの土研究と一緒にするとやめてもらえますかおしゃれなマンションの壁みたいにしとこうかあ大事なやつ落としてもうた落としました無事に落としました横が難しいな多いねんクリームが1回ので回さなあかんねん怖いなそうそうそう場所を固定してゴロゴロゴロって回す感じ美味しそう嘘もう想像ついた、うん、美味しそうやんこの横から出っ張っとるやつをめっちゃ落としてるけど苦しそうっていうようななんか感じのイチゴをぐいぐい押し付けてください漆塗ってるみたいって言われてるよええなこれ最終的にこうちょぽんちょぽんっていう分まであんのないないなくなりましたちょぽんちょぽんはしないのないですねもうしょうがないですねなくなってしまいましたクリームはもうちょっとありますよ足らずですクリーム足らずです一周回りませんでした残念嘘やろクリーム足らずですどっかこそいだらいけんじゃないのなんとかしてみましょうはい上が分厚すぎたな明らかにちょっとなんかこう坂になってるけどこっち高いこっち低い塗りすぎたんでしょあ、剥げた出てきた出てきた急いで隠したやばいやばい隠蔽した今いい感じでしょうここ開いてるここ開いてる なんかでもそれっぽくは見えるなそれっぽくは見えるやろ、うん、どうしますかその上はいいでしょどうしますかデコっちゃいましょう真っ白になりましたんで顔描くって手もあるけどな顔クリームあるかなチョコペンチョコペンのピンク、ね、あ、なんか昔あったなチョコペン
なんかのやつに使えへんかったやつないか。ここからワッとデコっていく感じかな。あとあのチョコもあるけど、サイドに行った、うん、これか、かっこいいな。こんなチョコなかった。アイシングパウダー、なんや、基地作ってるみたいになる。なんか基地作ってる。なんやこれ、なんで2個ずつやろ。ボイン作ってる。手法みたいにかっこいいやろ。夢中になりすぎて鼻水出てきた。怖え、あの手でまだ調理を続けるんだ。アポロ横に配置、アポロ貼り付け。いいね。みんなすげえびっくりしてる。トゲトゲケーキにすげえびっくりしてる。なぜ2個ずつ、みんながなんかアポロって言い出してる。2万1000人がすごいね、見ておりますよ、今見てくれてる。よし、もうスタッツみたいにしてもらうか、まだあるから。あ、まだある。あ、4個ずつになった。うん、ええやん、ちょっとパンクな感じで。これ多分貼り付くっていうのが楽しいんやと思うな。そうね。どんな食感なんやろ。全部だ、全部いくつもりだ。いいね。ポポロンがあったらポポロンも乗っけんやろな。なんかすげえパンクな感じになった。あ、センターなくなった。足りひんようになった。まだええか、ここにはイチゴプスだぞ。うわ、もう包丁使えへんようになった。下手もいで刺す。アポロの代わりをイチゴ。ええな、手法できた。手法できた。見てこれ、すげえ上から見たらええ感じよ、ほら。いいね、パンクな感じが。完成ですか。まだです。まだでしょう。なんだ、何があるかな。このチョコペンとキャンドルと、これをアイシングパウダー作ればこうギューってできるけど。速乾タイプ。作る、これできる。できるよ、すぐできるよ。ちっちゃい棒。これでも湯煎いるよね、これね。出てこないよね。あ、お湯あんのかな。お湯ないか。いい感じにできてきてますよ。コップ、あとコップください。何置いてんの。これはね、パイの実。お菓子作ってんの。パイの実置きました。怖え、なんか目玉みたいなの出来だした。お得意の目玉作戦が出来だした。何にでも目玉つけたがるやつ。目玉になってきたな。よし、これでこのフルーツでフルーツケーキにしようか。あ、色もんじゃないね、これブルーか。うん、あ、ホワイト。ええやん。
こっちはおちょぼ口やん。ええー、な、ごっつおちょぼ口チョーンって。ええー、ね、できたぞ。なにこれ、食べませんこれでの鼻あるけど、鼻でかいけど。いや、なんちゃこりゃ。おちょぼさん、おちょぼさんや。どうや、皆さんの反応はいかがなものか。おいしそうってなってるかな。おちょぼですかって、かわいいじゃんって、かわいい、かわいいってきた。ああ、そう、よかったよかった。オラフオラフっぽいな、うん、ケーキのオラフや。両津勘吉ああなるほど、うん、あ、両津勘吉増えてきだしたよ。両津勘吉みたいに見えんな。青のいりますか。青のちょっと行こうか。じゃあ青入れる。うん、これなかった。なあ、ええ感じや。やっぱ手作りって心がこもるからな。ファンタジーゾーンのボス。あー、おった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 、でっかいのおったな。グラディウスのファンタジーゾーン。ファンタジーゾーン、ファンタジーゾーンっていうやつのボス。羽生えたこう横スクロールの。あー、あったな、あれか。ちょっとなんかツインビームとか買ったりする。あーほんまや、ね、そんな多いやつ。売れるかな、これ。垂れてまうな。サーティワンにあったら買う？このケーキ。クリームケーキで、アイスクリームのケーキで。今のところちょっと写真撮っとこうか、これもな。どうなるか分からんけど。職人さんできました？ブルー。あ、アポロ1個残ってた。いいんじゃない。ありがとう職人さん。え、あ、これ入れなくていい。うん、そのままでええよ。嘘、ほんま。わしぐらいになるといけるから。いけんの、こうチューって絞らんでいいの。大丈夫大丈夫、いけますから。さすが善一さん。どうなんやろ。ここのこの辺になんかイチゴがあんの。リボンみたいになってんの。うん、いいね。ちょっとダリっぽくなってない。え、これですって。ああ、ええやん。どこのダリですか。どん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 塗り出してる。うん。薄く塗ってほしいねんけどな。垂れてきてるけど。やべえな、これ食べなあかんのかな。マリオ、ひげ剃ったマリオ。サルバドールダリ。
志村けん青ひげすげえ、うん、おーええやん、おー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 、いいんじゃねえか、デロデロになりました、いいね。チョコペン使いますか、うん、チョコペン使います。よいしょ、はい、黒がええな、黒ない、黒ないね、黒ないんや、黒欲しいね、黒が欲しいな、ちょっと待っといてな、もうこれで決まるわ、決まる、これで決まる、なんだこれで決まるって、完全でこれで決まんね、今ので、黒欲しいね、ポッキーとかないよな、あポッキー、板チョコ、うん、板チョコでもええな、それで決まるな。エヴァンゲリオンの世界。あ、ペコちゃんがなんかチョコを取りにか、もしくは自分の持ってるチョコを持ってきんか、センスがやべえ、ゾンビ感染、今もうちょっとでええ感じになってきてるから、何パーぐらいいってるんですか、今、今もう99、うわそんなに、あとポッキー1本で完成する、ちょっと待って。ポッキー1本って、ポッキー1本で完成する、何やろ、トッポじゃあかんの、トッポじゃないな、ポッキーやな、ポッキーなの、うん、いちごポッキー、いやチョコ、チョコ、極細、うん、あ極細がええな、極細チョッポッキーチョッキー、極細チョッキーって言いそうなんだけど、うわデロンデロンに垂れてきた、柔らかかったか、まあ、垂れてる感じもちょっとアートっぽくてやろう。すげえな、Eテレのやつみたいやな、出てきそう、Eテレに出てきそう、ウドちゃんっていうのが出てきてるよ、ポッキー何に使うのってみんなが気にしだしてるよ、嘘、ポッキーで何するのって、ポッキーでもう決まる、ポッキーで決まんねんって、あ、うん、我々にはもう理解できへんとこですよ。これもうあとポッキーで決まるから、世界中のパティシエ探してきても多分無理ですよ。ああなるほど、そっち方面ねってならない。ポッキー、もうあとポッキー待ちです。ポッキー待ちだ、うん、これあのシェフもこうやって皿拭くもんな、最後こうやってキューって最後拭くね、ちょっとはみ出したやつね、うん、そういう感じで、そういう感じです、うまい、よし、フルーツうまいな、いやーええ感じやな、楽しみやな、ポッキー、ポッキー食べるだけじゃねえかって言い出してるよ、いやあともうポッキーで決まるから、パシッと、甘っ、ボッキー、ポッキーです。今もう走ってるからな、ペコちゃんが今ダッシュでポッキーを買いに行ってくれてます。後藤くんが、後藤くん違うな、ミスターメタリックがボッキーって書いてるから呼んでみたらポッキーですって軽く言われたぞ。なんでやろ、 AV 男優みたいって言ってるよ。え、なんでやねん、ろうそくは、ろうそくじゃあかんの、あーろうそくな、食べれる方がいいな、どんどんこれ青いの追ってくんな。ゆるゆるすぎるであるの、やっぱもうゆるかったか、ずーっと垂れてるな、うん、ティッシュ、ティッシュないのか、ずーっと垂れてるわ、ポッキー何味、ポッキーもう今の段階でもちょっと取っとこうか、お、めっちゃええやん、画面通したらもう思ってる以上に映える、
あ、A でそこは垂らしといて。そこはもう垂らしといて OK です。よし、ポッキーある。うん。OK。いちご？うん。ノー。ノー。こっちです。ノーマル。ノーマルです。さあ、最後のポッキー1本。OK、うん。さあ、うん。つかの分切って。うん。なんだ、短く短くしてる。うん。できた。おお、できました。イエーイ、出来上がりました。何ですか？変なおじさんケーキです。あ、ほくろの毛。そう、ほくろの毛や。最後毛をイメージしてたんや。うん。ええー、お、ええやん。すげえ、泣いてるみたいに見える。できました、48歳、変なおじさんケーキ出来上がりました。写真撮っとこう。うん、ええー、ね。めっちゃいい。自撮りにせんでええの？できるかな。うん、で思ったより良くないな。うん、プレート、あ、プレートはないのか。いいんじゃない。うん、できた、素晴らしい。これなんすか、これリボン。まあちょっとリボンみたいな。いや、いいのできた。いや、よかった。さあ、というわけで22時延長になりました。はい。さあ、じゃあ出来上がったんで食べましょう。48歳。あ、じゃあ一応ハイバース歌って。ちょっと待って。このリズムよ。ハッピーバースデートゥーユーって。お前歌えあるの。あれ、落ちないか、ライターないか。溶けるか。溶けるで。溶けるか。最後にじゃあつけようか。うん、どこに刺す？もう顔じゃないねん、もうこういうのは。え？もうここや。ちょっと斜めにせえへんの。もうここで甘けた逆や。あ、た下の方に刺すねんな。これでええよ。うん、斬新やな。うん、これでいい。あ、ええやん、ええやん。うん、火つけようか、ここ。あ、つけやすい。うん。あ、ええね。48だけど5本しかないけどな。うん。あ、ええやん。よし、歌ってくれ。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアマサルさん。ハッピーバースデートゥーユー。このおじさん変なんです。ダフンだ。ダフンだ。なんだ罪はって。ダフンだでフーとする。あ、リズムがめちゃくちゃでしたけども。パンパンチョンじゃないの？パンパンパンチョンって何なの？ハッピーバースデー。これ何これ？バースデートゥーユー。じゃタンじゃないの？ハッピーバースデートゥーユー。タン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 。ハッピーバースデー。なんで3回いただいたの？ずっとあんたドラムやってるでしょ今。難しいな、リズムって。いやー、変なおじさんおめでとうって言ってますよ。
おめでとう変なおじさん40、うん、まあ変なおじさんは、ま、間違いないよね48歳おめでとうございます。さあじゃあ食べてみましょうか。食べるか、うん、切るか。切ってもちょっと金の怖い、あるの切ってくれ。え金の怖いって、もうここまでやってて何金の怖いね。切れる。どこ切ればいいのこれ。それはもう任せるよ、好きなとこ切って。ここか。90度いけんの。いいね。片付けをしもってな。よいしょ、あ、落ちた。ここ落ちた。紙か、紙だ。紙だ。え？紙が間に入ってる。紙取ってくれていいよ。違う。もう紙が入ってるから。紙取ってなかったからさ。紙取ってなかったね。切れてないの。紙が邪魔して持ち上がらへんの。ああ、そうか。来た。紙の間に。あ、いいね。あなたちょっと青いとこ行くか。え？ほら、なんかね、お目々の一部ですけども、はい、美味しそうですよ。こうやって見たらなんかすげえ美味しそうやよ、なんかね。前衛的な感じやけど。嘘やろ、うんうんっつってるけど。ちょっと食べてみましょうか。一緒に食べるか。取れないな。やっぱりケーキに青ってあんま似合えへんな。怖いね。よし、おめでとうございます。ありがとうございます。48歳になりました。いいですね。いただきます。思いのほかうまい。あ、うまいな。うまい。なんだ、騙された。クリームめっちゃうまい。なんだこの騙された感。いちごがいい感じ、アクセントめっちゃなってる。うまっ。アポロ邪魔やわ。いちごはファッとなくなんねんけど、うん、アポロずっとゴリゴリっておる。俺アポロ自体は美味しいけど、うん、アポロとケーキ全く合えへんな。なのスポンジが柔らかい分アポロがすんげえ邪魔すんねんな。でもそれがパンクやって言われたらパンクやな。スポンジに対する反骨精神。全然わからない。反逆的な。全然わからない、うん。全然俺今までパンクの話はしてへんねんけど。何気にパンクといえばパンクやなって。アポロをつけて入れたなってちょっとな、パンクになったな言ってたけど。うん、言ってたの、うん、青いとこやっぱり溶けきってないからジャリジャリしてるね。でも甘いよ。うまい。うん、見た目はよろしくないねんけどね。でもそれがパンクやって言ったらパンクやわ。ネオパンク。ネオパンクやな。ケーキ界のネオパンクやな。でこの断面図見てほしいんですよね、これ。どう？これケーキ屋さんでこれあったらちょっと怖いよ。スッカスカ。じゃあ隙間あんな。スッカスカ。なんか住んでる、いちご。いちご住んでんねん。あ、いちごおるって。ほんまや。エアリンかね、エアーかね。うん。で、まあこれがパンクやってたらパンクやろ。そうそうそう。間を開けとくっていうことを。それがパンクや。パンク。いい48歳ですね。いい48歳、うまいわ。ちょ、ペコちゃん食べてみる？うまっ。あ、ペコちゃん、何？今日参観日？面談あった。せっかくここ切ったやつ、これ面談あったのか。あ、やべ。じゃあ、アルミ君、それ開けてあげてよ。あ、
彼女に彼女に僕のケーキを取り分けてあげてよ。パンクか、パンクなのか。このケーキちょっとパンクやから、はい、スポンジに対する反逆精神が半端ないから。入ってないの。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。もうクリームがもう騙された感じ。うん、あ、はい、どうぞ。私も誕生日だったんです。いつ？先週。あ、日が変わっての金曜日か。夕飯かいな。言うてたっけ。よし、じゃあ歌おうよ。ハッピーバースデートゥー、なんでさ、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデーディアペコちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。このおじさん変なんです。ダフだ。ダフって。やれ。ぐっちゃぐちゃ。それは無理やで。それはもう絶対無理やで。うんうんって言うよ。どうぞどうぞ。すいませんね、お食事中邪魔しちゃって。たまにショータイムあるんです。二人息が全く合ってない二人が出てきて、長年やってはんねんけど、師匠クラスやねんけど、ハッピーバースデーを練習嫌いやから、あの二人歌ってくれるけど一個も合えへん。もうすげえスカスカだ。面白いな。アポロ、アポロ買ったやろ。それがパンク。ネオパンク、ネオパンク。ケーキパンクっていうのかな、うん、俺たちは甘いだけじゃないっていう、うん、そういう思いをアポロにぶつ、アポロでぶつけてみたいな。まあアポロも甘いんけどな。っていうのがボーカルの MC。 はよ歌えはよ歌えって思われるな。意外にうまいやろ。美味しいです。何やろ、クリームかな、スポンジかな、クリームかな。まあ、スポンジはもともとな、市販のやつが美味しい、当たり前やけど。うまいんよ。うまいね。アポロだけ。アポロだけ。あ、でもそれがほんまにパンクな部分よ。それは残しとかないか、反骨精神は。アポロがなかったらもうパンクじゃなくなっちゃうから。アポロなかったらパンクじゃない。うん、ただのケーキになっちゃう。ただのケーキじゃないやろ。嫌でしょ、ただのケーキ、うん、甘いだけのケーキはもう飽きたでしょ。それをね、アポロで表現してるんですけど、まあアポロも甘いんですけどね。聞いてください、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、みんなハッピーバースデートゥーユー。汗いっぱい出てきた。あと5分したらまた招待もあるから。完食した。それぐらいうまいわな。素晴らしい。おいしい。で、世の中に一切のメッセージを発しないよりこチャンネルございます。チャンネル登録しないでください。してください、してください。チャンネル登録はしてください。そうなの。何のメッセージも発信しません。我々は1時間後には忘れてるような配信です。そうです、はい。何の闇も暴きません。何の裏話もしません。おめでとうございました、はい、おめでとうございました。あ、おめでとうございます。やったやった。いや、よかったね、はい、ちょっともうこの半分はスタッフさんにも食べていただきましょう。そうね、しょっちゅうあるけど。
半分になったすんげえ気持ち悪いけどね。ウェッティ、ウェッティ意外にうまいのよ。ウェッティやんのかな。ウェッティありますよ。ウェッティでテーブルを。志村けん好きでよかったな。俺らな、小中高を支えた志村けんさんや。なんかもうこの世界に入って、まあ、大先輩からな、もちろん志村さんって言いますけど、なんかそう言うてる自分が嫌やよな。なんかないそういうの志村やのになってずっと志村って言いたい自分がおるやん。おるね。なんか話で笑って、あ、志村笑ってるって思うもんね志村さんやねんけどな、もちろんそれはもう大先輩大尊敬ですけど、なんか、うん、志村を志村さんって言うてる自分がなんか大人になったみたいで嫌やねん。同級生に見られたらちょっと何お前さん付けしてんのって思われる感じやな。もう大人やからなそうやねんな、うん、あ、カンブリア宮殿がチョコ特集やってんの。え、あ、だからアポロで。うわ、めっちゃぶつけられてるやん。またぶつけられた、怖いな。地上波怖いわスパイがおんのかもなでね、よいこさんの中でこのマネージャーと、よいこと、スタイリストと、まあ、現場がおるから5人か、うん、で誰か1人が誕生日やったら4人でお金出し合ってプレゼント出すみたいな。あったね、うん、ちょな5年ぐらい前までやってたかな、うん、そういうスタイル、うん、で今年からやろうって話になって、あ、そうか、まだ復活させようと。うん、あら、何来ましたよ、これでかっどうぞ。なんやこれ、マグロかいな。マグロやったらちょっと細いと思う。マグロにしたら細いな。うん、なんなん、プレゼント。プレゼントです。え、ついた、なんかついてあるやん手がカッターになってる、言ってなかった。手がカッターになってるか、俺の手。カッターになってるって、下手くそすぎるって。なんかメッセージカードもあるの。メッセージカードがついてるよ。え、ほんまや。お誕生日おめでとうございます。楽しんでくださいね、はい、行動では乗ったらダメですよ、アリノ&よいこチーム。はい。え、キックエンボードか、キック&ボードやんかいな。なにこれ。もうちょっと、もうちょっと進んでますよ。え、うわー、すげえな。なにこれ、重たい、すごい重たい、すごい重たいんですけど。なに、ポール、ポールくれたのいらないんですけどちょっとちょっと、なにこれ、え、なに、ん、どうなってんの。うわー、なにするやつや、ん、どうしたんやねん、これは。キックエンドボードかいな。キックエンドボードやで、ね、でもこんな重たかったか、キックエンドボード。どうなってんねや、これ。え、そんな迷う。これどうなってんねや。これがこういかへんねんな。こんな、どうなってんねん。え、あ、こうや、こうや、ほいで、こうや、ほいで、こうや、逆回してた。キックボードやんかいな。え、そう。んで、あ、え、これ電動で動くやつか。あ、でもこのコンセントがない。
線がないね。そう、電動。すげえ。電動キックボードです。めっちゃええやん。公道では走れません。そうか、家の中でやってください。いや、ちょっとしか走られへんやん。うちの廊下でやってください。ないねん、入ってないねん、これここに、ここにあんねんけど、これがないねん。なんや、そんなんもうあれやんかいな。え、不良品やんかいな。ここのやつがない。これどっかに刺すねんな。どっかに刺して充電すんねん。じゃあエンディングまでに充電しとこうか。あれ、これなんか下についてないか、紐。これが、ここに、これスタンドでしょ。うん、チョンって出すスタンドじゃん。こうや。ふぅ、かっこええ。でも電源入れへんかったらピョーンって走れんやろ。そう、じっとせえよ。これどこだ、黄色いとこある。あらら、え、これちゃうか。え、違うけど、あ、サイズが全然違うけど。ん、あった、あ、あかんなった。ほいで、んどこ、あ、それがアクセルだ。これさっき俺が閉めたやつ。ん、ん、んこれじゃない、アクセル。ん、あれ、いないけど。まだ、まあ、線繋いでる。線、痛い痛い痛い。線繋いでるから。いけんけど、なんや、焦んなって。はい、動かしてくれよ。ちょっとしかやってないから、ちょっと抜いてみる。うん、全然いかへんやんけ。全然いかへんやんけ。もうちょいいるよ。じゃあ、増刊号でやるか。ちょっと充電して置いとこうか。これで充電しなあかんの。そう、これなんや、これヘルスメーターみたいについてるけど。それはもう自分で読んで。あった、バッテリー、あ、スピードとかも出んねや。スピード、電源入ってんよ。あ、それで電源入れりゃいける。電源どこや。これ抜いて、電源これ。ん、これ、これ、真ん中。これついた、長押しかな。あ、ついた。バッテリーは、バッテリーあるある。あれ、全然いかへんで。ん、え、ここなんじゃないの。スピードプラスって書いてるから。どれどれ、こっちの、これ、これ、もう全然、これ全然説明書もいいよ。何やねん。これ、それそれそれ。え、それがスピードって書いてるけど。薄いな。これ上向きにすりゃいいんじゃないの、これを。なんでこの横向きにしたの。いかへんな。あれ、ほら、上向きやねんって。あ、アクセルこっちだ。え、これだ、これがアクセルだ。これ、お、これ、あ、ちょっと動いた。あ、動いた、イエーイ。動いた。ただ、ただのスピード、アクセルの位置がさ、あ、動いた動いた、動いた動いた、おー、すげえ。アクセルの位置がこう、ブレーキとアクセルの位置が一個ここになってんねん。ここやねんけど。え、これとこれがここに来なあかんねんけど、これがここに来なあかんねん。こうネジこう回すなかも、これ。ああ、そうか、なるほどな。でもいけるわ。わ、すげえ、ありがとう。ブレーキなんやろ、これは。ブレーキこっち。え、なるほど。おお。おお。いやー。チュイーって言うな、これ。変な声するけど。音な、音。こんなんなんねや。あ、前輪なんや。うわぁ、まあ、してんねぇ。よいこチャンネルのスタジオだし、あ、ちょっとハゲた。あ、すまん、ハゲてもだ。ハゲたわ。何してんねぇ、すまん、ハゲてもだ。弁償。あ、ハゲてもだ。48歳にして弁償、謝罪。黒いの塗ろ。反省文です。黒いの塗ろ。お、すごいな。めっちゃ行くな、これ。お疲れした。おはようございます。おはようございます。ここしか使われへんやん。
ていうやつです。ありがとう。どうぞ。やった。なんだ狭い。家で乗るわ。家でマンションの駐車場とか。なしゃーって踏んで、うん、どっかそうか敷地内行ったら乗れんねんや。敷地内出るよ。どこかな。広い公園幕張とかこの間の屋上とか12時間の年末のうん。ジャルの誕生日もこれ買ったるわ。2人でレースレースレースしよう。シュー。わざわざ持ってきてレースしよう。レースしようか。いや、いただきました。ありがとうございます。おめでとうございました。すごいね。さあ本編戻りますよ。せやせや。へえ、こんなんあんねんな。フランスで見た言ってたやつやん。そう、電動のシェアキックボードみたいですね。なるほどな。はい、持って。はい、そっち持って。いやー、すごいね。どこだ、センター。この辺か。よし。おやめ、注意か。いただきました。ちょっと遠いな、この辺か。さてさて、ありがとうございます。あ、今21,774人の方が見てくれております。はい、フランスでいましたねって。おった、電動キックボードいっぱいおってんな。新井ちゃんの家でレースしてくださいっつって。あ、群馬行く？なんかデコボコっぽいけど、道。説明書読んでから乗ってくださいねって。はい、そうします。はい、おいで。さて、あれですね、シャープまずそばまさるのグッズの投票結果が出ました。はい。はい。何があったんですかね。ステッカー、そしてマスキングテープ、そして、手ぬぐい、うん、そしてのれん、あ、ちゃうか、のれんやったっけ、エプロン、エプロンか、ペン、シャーペンみたいなことがありました。その中で、一番投票数が多かったのが、手ぬぐいということになりました。なんで手ぬぐいに決定しました。まあ数的にはね、マスキングテープの方が作れるんですけども、うん、皆さん投票で手ぬぐいがいいと。やっぱまずそばですから。そう、ここに巻きたいのかな、ね、じゃあここに巻いた時にちょうどここに出るようにした方がいい。まあちょっとそういう感じかな、まあ、ぐるぐるにするのかも分からへんし、うん、はい、なんで手ぬぐいになったんで30名、はいはい、30名の方に手ぬぐいプレゼントということになりましたんで、また応募しましょうか、はい、あ、もうが決定か、うん、30名で、そうか、そのキーワードを送ってくれた4名、うん、何か分からんけど4名は送ってくれたんで、この人たちは確定、確定です、はい、なんで26名を今から選びましょうか、うん、はい、いろいろありました。どこにあるの、どの、ちょっと住所見えるのちょっと気をつけてくださいね。、はい、住所注意しながら、ここからなんかいっぱいあるよ、これ全部、全部そうじゃないですか。いただきました。こっち向きか。ああ、シャランキュー最高と、デキンのやつだ。デキンの方がめちゃくちゃ送ってくれてますね。エアメールも1,2,3,4,5,6,7,8,9,10枚。10枚とコーム。なんで串入ってんの、あれ、真っ黒なの。ああ、大丈夫ですね。シャランキュー最高、良い子も当たれ、状況ボーイ、外れました。かわいそうだ。しかもね、うん、キーワードも書いてないんですよ。あ、そんな、うん、愉快犯だ。あ、キーワードこっちに書いてあるわ、住所の方に。あ、いろいろありますよ。会場が余ったので、これは名前ないな。
大阪の伊藤くん、毎週楽しく見ています、うん、アーカイブでも見ています。浜口さんの多少の金は必要論が大好きです。有野さんも体に金を入れて抵抗力を高めましょうと。年賀状が余ったのでまずそばグッズ勝る、まずそば勝るグッズを応募します、うん、いうことですね。これイラスト付きでしたよ。どうしようか、ここを折ればいいかな。なんか生命保険のおじさんが持ってそうだもん。ほんまやな、うん、あのおかしな年って書いてフランスの、フランスでさ、あの、早っ、チャブートのチャブディ、チャブディの似顔絵という、顔はないから、姿だけを。いいですね、衝撃の汚さ。綺麗ね。服はちゃんと洗濯してるんですよ。ボロボロなだけでね。ボロボロなだけ、 AD の頃に手に入れた服やから全部すごいね。あ、子供かな、これ。フランスお土産なんかくれますかって。マルセイユ石鹸、何がもらえるか楽しみにしています、うん、マルセイユ石鹸、ここは手ぬぐいのランじゃないの。あのこれはなんかフランス土産の子ですね。あ、まあ、こっちもあります。うわすごい、まずそばまさる、こんな綺麗な、すごいね。まずそうに見えへん。あとエアメールも来てる。あ、そう、どこだどこだ、これはカナダ。なんだ、なんか入ってる。キーワード、おかしなね。ペンネームギズモ、うん、いつも楽しく遠くカナダからよいこチャンネルを拝見しています。年賀状反抗しの時、有野さんにメッセージを読んでいただき、浜口さんに相槌を打っていただき大感激でした。今日も締め切りに間に合うことを祈りながらハガキを送らせていただきます。なんかカナダらしいものを一緒に送りたかったので、メイプルシロップ 100% のキャンディーを同封します。よろしければ召し上がってください。年賀ハガキも無事に届きました。大事にしますと。アホ緑が好きなんで、いつかアホ緑グッズが買えるよう頑張ってリアルタイムで見ますということです。ありがとうございます。応援しておりますと。いや、なんかすごいね。キャンディーくれるのありがたいけどさ、うんうん、おお、まんまや。な、どこのメーカーのアーメちゃんかも分からない。すげえな、ちょっとでかい。こんな送り方もあんねんな。ちょっとでかいな。ありがとうございます。ペコちゃん食べよう。有野くんの、うん、うわーっと似顔絵とか。もうちょい可愛くならんか。あとな、こんな可愛い、可愛いのも描いてくる。ペコちゃんも書いてくれてるわ、ちゃんと奥に。餅だ、年末の餅だ。可愛いおじさんに見えてんのかな。これもほら、これまずそば、あん時のシーンを。ちゃんときつそうなやつを。面白いね、まずそばを作ってるシーン。まずいなって顔だ。おっちゃんの作るやつはな、とにかく美味しないんや。でもあったかいんや。この絵ええな。チラシやな。チラシ、映画のチラシみたいな。まず最後二人ともがっかりしてるけど、でもあったかいから食うしかねえ。これは小4の女の子、松下ちゃんかな。うん、よくのお二人こんにちは。年越し生配信、寒い中外で頑張っているところ面白かったです。まずそばを作るマサルさん、それ持ってあったまるペコちゃん、とても面白かったです。また楽しみにしていますと。有野さんのことが書いてないんですよ。イラストもね、マサルとね、もちとまずそばとペコちゃんなんですよ。偏ってるなこの子。これ面白いやん。んおかしなね。鬼滅の、鬼滅の刃のね。俺おって、これ、うん、秋名かな。あ、奥さん、うん、炭治郎、炭治郎って、で奥にいますよ。あるいは鬼滅の刃があるのさんがいますよ。奥の紫、俺、奥の紫ありのやろ、これ。嘘やろ、炭治郎じゃないの俺。炭治郎じゃないよ、奥におるやつやろ。刃やから炭治郎じゃないの俺。あ、炭治郎は炭治郎やな。うん、猪之助店員なんや。猪之助店員で、ありのおるわ。これ面白いな。その子あげる。まあちょっとこうバーッとやって選びましょうよ。これほんまか。番組の感想、ヤング志村もっと見たいです。菊池喜ぶやろうけどな。見たいのはそのシーンやろ、その。
ハゲたおじさんが上向いてるとこじゃないの。結構ね、ヤング志村いじられてるのが多いんですよね。ここにこうポーンとお正月こんな感じでな、おったっけ、くつろいでたけどいいね、かわいいイラストが。子供がね、7歳の子が年越しでテントンの時が面白かったですみたいな、うん、斉藤裕二君が書いてくれました、ありがとうございます。すごいな、これ面白い。これは熊本の田中さん、うん、スゴロクで梅干しの下りが最高に面白かったです。なんやこの絵と思ったら梅干しの下りやねんって、まずい、歯痛いってこれは誰でも描けるイラストや。なるほどね、うわすごい、ちゃんともうこんな感じになってるやつとかもある、もうイラストで、うわもうこれ看板やんな。看板やねそれを手ぬぐいにすればいいじゃんペコちゃん食うてるやん、食うて泣いてんのかなあったかいけど多分まずい思ってんやろな。すごいね、子供が見てくれてて、お子さんのやつね。うわみんなもう62円に1円切ってプラスしてくれてるやん。あったかいけどまずいみたいな、こんなんとかも、こんなんとか子供ちゃんが送ってくれても、これは子供じゃないけど、こっちねすごいな、あそうか、もうキーワードは拾えんのか。こっちで言うてましたからねこれなんやろ、ん、大阪の安田くん、はい、これ何のシーンマサルさんがストロングマシンとなんかやってるの、何これ、こんなんあったの、これあれやろ、もうほんま昔のやつで、リング魂、南原さんのやってたプロレスの番組のリンタマの時の浜さんとマシーンちゃうの、で勝松さんがおってそうかそうか、それか、浜さんとマシーンで俺らがロケ行ってた時のやつやん、俺がマスクかぶってずっとスカートめくりやってすごいマニアックなとこついてきたな。ロンハーのカジ君のデビュー作やったっけ、そうそうそう、今はなロンドンハーツとか作ってあるカジさんが俺らのことだけでロケしてくれたな、うん、ロケしたいって言って、あれだった話や、若い子を見つけてスカートめくりしてほしいんですって、うん、今じゃありえへんよスカートめくりに行くねん、そうそうそう安全マットを持ってきてますんでってちっちゃいの2枚引いてわけわからんロケやったな。そうや、ミニスカポリスのスカートめくって遊んでたやつだ、面白かったなわいっぱいあるね。そうやそうや、なんか瓦割り対決みたいなこともやって、うん、瓦バーンって割んねんけど中からゴキブリ出てきてなえらい騒ぎやってバーン割って最後だけ1枚残ってて、その最後の1枚のところにちっちゃいゴキブリ出てきて神様おったねキャーってなったもんね、うん、いっぱい来てるね。じゃあちょっとポーンと入れて、この中からいろいろフランスのお土産とまずそばグッズですかね、はい、これもでしょ、これも全部何分けないのな、これフランスのお土産もええもんな、フランスはまた別、うん、漫画はまた別、あ、そうかこんなこれでこあ住所ない、こんなのはもうなんだ、もう悪意寄りになってるけどもなんか でっかいのも送られてきましたよ、有野さん、根塚側になってるの、ほんまやな、刃何ですか、よいこチャンネル毎回楽しく拝見させていただいております。年越し生配信も都会のサバイバルでしたね、風も寒さも強い中ご苦労様でした、また年賀状も1日に届き嬉しい限りです、私は有野さんのハンコが来ました、ありがとうございました、はいはいはい、今回の応募はタイミングが良かったのでお二人の切り絵を作ってみました、
浜口さん、タレントさん誕生日が1月と2月ということで、応募と同時に送らせていただきます。喜んでいただければ幸いです、はい。今後も楽しい配信を期待しております。スタッフの皆さんも頑張って、キーワードも書いてくれてます。切り絵デザイナー、松村正弘様がね、うん。松村さん。切り絵デザイナーの人もいてあるんだよ。ね、切り絵デザイナーの人が。わあ、すごい我々良い子の切り絵を送ってくれました。すごいね。すげえ刈り上げてる俺。ほんまや。ああでも素晴らしい。すごいね。切り絵デザイナー。ああ家できてる。白いバロス城や、うん。ありがとうございます。ね、応募これまたはすげえうまい。何ロケットなんでただの絵はがきなんやねんそらうまいやろこれプロのやっちゃねんから全部入れますよこれもうわ多いね切り絵すごいねってこんなんだなんだこれなんか味あるななんか食べてるな俺白目やし飴ちゃうこれ一つやめちゃう。これやっぱ面白いな。俺がバックハグするやつな。でっかいのもある。これは入れたか。さあ、この中から、シャープまずそばグッズ26名の方、4名はもう決定したいたしてもらいますんで、4名の方はね、何かわからんまんま、何があんのかわからんけど送ってくれました。木くずがいっぱい飛んでおります。箱ちっちゃくないこれ。おかしなね。この4人の方はもう俺らがキーワード言うたまんまそのまま打ち切ってしまったのに、うん、なんかわからんけど送りますって言って送ってくれた4名の方。勇気があった4人ね。この方はもうまずそばグッズ、手ぬぐい差し上げます。はい。ペンネームありますか。ペンネームロックひろしさん。ペンネームなみねさん。ね、ありがとうございます。はい。これはペンネームないのかな、うん、あペンネーム、まずそばまさるフランチャイルズさん、ペンネーム 森さんにはまずそばグッズ、手ぬぐい差し上げます、はい、さああと26名、うん、26個引くんだ、さっと目つぶって目つぶって東京全然目開けてるやろ目つぶって言うてあそっかもっきり開いてましたけども、じゃあここ1枚ずつはいうん、八王子市のこれはよっぴさんはい、おめでとうございまーすインフルエンザとは気をつけてくださいとはい気をつけてますやられてませんけど。けよし、さささささのさ、うん。1日の、ペンネームはないですね。吉田さん。はい。はい。よこチャンネル長く続くように頑張ってくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、変わったやつだ。これは愛知県のこれはシシドさんただいま6名はい年越し配信をお疲れ様でしたテントを張ろうとしてた時はすごくハラハラしてもうやめてと思うほど心配でした最後はかなり短縮になってしまったのが少し残念でしたこれからも頑張ってくださいはい貴重なご意見ありがとうございますおめでとうございます持ちましたパッとこれでいこうはい住所出てない？この方ね。封書。封書。ゆきさん、大田区のゆきさん。近っ。はい。に当たりました。おめでとうございます。はい、これ。あ、のれんだ。これは愛知県、また愛知県、ペンネーム姉玉さん、女、
イラスト付きでもらいました。のれんだ。はい、のれん踏んなんのも面白そうだね。おめでとうございます。いや、テネムおにぎりさんに当たりました。毎回楽しく拝見させてございます。え、毎年年越しは神社で2年前に変な言葉カウントダウンライブに行ったりと家にいることはないんですが、久しぶりに家で配信を見ながら年越しとなりました。ドラム缶の缶中熱湯風呂が最高に面白かったです。今年は24時間配信も期待しておりますということです。24時間おにぎり原型師の方、なんですかね。これは埼玉県のペンネームアホ緑大好きお母さんより、キーワードおかしなね、おめでとうございます。今年は横ちゃんの1周年を迎える素敵な年ですねってことです。1周年なんかあるのかな、どうなんでしょうね。すごい手紙がで送られてきております。はい、全部手紙やけどすごい枚数です、はい、神奈川県の、キエさんに当たりました。おめでとうございます。ね、いろいろ後で読ませていただきます。はい、次はこれは栃木県のハンドルネーム五右衛門、出てくるのか、今回出てきたらあかんのか、今年も本業並びによいこチャンネルも頑張ってくださいということです。ありがとうございます。はい、今で何人だ。これは三重県の千春さんですね。よくチャンネルを見るとなんか安心します。今は乳児を育て中なのでなかなかリアタイは難しいですが、全部見ています。いつまでもゆるくやってほしいです。年賀状ありがとうございましたということです。送ってくれた子供のお子さんの写真も載っけてくれております。ありがとうございます。親戚に送るやつみたいなね、これ買ったやつ。これはなんだ、これ宮城県のペンネームうんこさん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。絵は下手なので宮城の人気あるの結び丸のハガキにしましたと、こんなの。千葉県の楠本さん、生フランス面白かったです。年越し配信はクソ寒い中でしたが無事終えたのでよかったです、あ、まずそばマサルがまさかのホットワードトレンド1位になったのは見ていて一緒に喜べましたということです。さっきのうんこさん、有野さん、状況ボーイさんも許してあげてくださいって気づけへんかこっちにもメッセージが結びもあるからそうなんですね、それとこれとはまた別なのよ、これ、あ、これさっき読んだやつ、北海道の、これは未来ちゃんかな、はい、おめでとうございます。こんな楽しそうなリングフィットをしてる、あ、いいですね、これは、和歌山県の直美さん、はい、マサルのプラン旅でぜひ和歌山に来てくださいということです。お、はい、12時間半し次は吉武アナも呼んであげてくださいということです。和歌山、あ、なんか出っ張ってるやつでしょ。これはペンネーム、東京のペンネームマーチンさん、見ているといつも何か食べたくなります、うん、このポチポチが気になって選んじゃいました。ペンネームモモライスさん、はい、お二人をはじめスタッフの体調が心配でしたが2020年を楽しく迎えることができました。ありがとうございます。海外旅行でパセリ T シャツを着ました。ほう、主人の両親も一緒にいたのですが、T シャツのこと完全スルーでした若い子はこんな流行ってんやろなって思ったぐらいなんじゃない次気づいてもらえるようにまた旅行でも来ますということですありがとうございます。あ、そういや志村動物園でもあの来てたって言ってね、ちらっと映ってたんですよね、パセリ仕事のこのパーカーでしたっけ。志村なんか言ってた。そういやいじるわけない志村さんな志村さんですよねなんだ、うん、T シャツか。さあ、ただいま20人、はい、あと2人、あ、6人かさっきの合わせて合わせて20、今20人、はい、あ、何も書いてない。東京
の草野くん、おかしなね、年末配信のワードを送ります。どうしていいものかよくわかりませんが、送った方がいいようなっていう、もうすげえいっぱい余ってる自信ないな、ね、自信持てばいいのに。あとペンネームアミューさん、はい、いつも楽しく見ています。決して無理せず長く続けてほしいですということです。ありがとうございます。これはペンネーム軟式空手、キーワードおかしな年、英語チャンネルのスタッフの皆様お疲れ様です。ここでいただきました、うん、おめでとうございますすっごいシンプルな年賀状、年賀状のあまりです。すいません、毎週楽しみしています岡田さん、神奈川県の岡田さん、おめでとうございます気合い入れて書いたやつもあればいいんですよ、もうこれは外れだっていうのを確認してから送ればいいんですよ、こんなのは。これはどこだ、書いてないかな、神奈川県のななちゃん40歳、おめでとうございます。おめでとうございます。おかしな年って結局何なんだんですかと。ちょっと遅かったね、もうちょい早かったら確定してたのに。ペンネームキズッチ、ヨコさんにとっていい1年になりますようにということです。ありがとうございます。このお年玉はがきが当たりますようにと確認はしていないみたいです。あ、でかいの、でっかいの聞いちゃったよ。これはフロム USA。 よし、来た来た来た、明けましておめでとうございます。以前のヨコチャンネルで手紙を読んでいただいたミシガン州のロータスですと。おお、あの時ミシガンが揺れましたよってことです。ミシガンいっぱいおんな。有野がベロベロと、有野さんがベロベロ舐めてくれた年賀封筒がミシガンに届きました。そう。そうか。朝7時からわけのわからないすごろくを見せられて、忙しい31日に私は何を見てるんだと思いながら、お正月の料理の仕込みをしていました。これからも楽しみにしていますということです。ロータス、ロータさんはアメリカの名前ですということです。そうなんや、うん。おめでとうございます。茨城県の国安さんかな、はい、横チャンネルは地上波を目標的なことを言っていましたが、それがみじんも感じられないところが好きですこれからも応援していますということで、今日の料理とさあ28、あと2人、アナさん行きました。はい、これは奥から青森、お青森県のペンネーム雪たぬき、横の2人こんにちは。YouTube 見れる大きなテレビの方でもうメインで見てますと。今年も配信頑張ってくださいということで。ありがとうございます。ありがとうございます。最後、埼玉県の和美さん、はい、この絵をくれた方ですね。グワーンと引いたら当たりました。おめでとうございます。素晴らしい。これで30。はい。はい、この30名の方に、シャープまずそばグッズ、はい、手ぬぐい差し上げます。おめでとうございます、はい、さあで有野さんのフランス土産、はいはい、うん、はい、これも発表したいんですけども、はいはい、もう23時になったんでもう来週にしましょうかとスタッフさんからのお知らせでございます。引っ張るか、はい、そうしましょうか、はい、とか言うてももう23時になりますが、なんと、うん、もう2万人近いですね。19,958 人の方が視聴してくれております、うん、ありがとうございます。あ、状況ボーイさん残念でした。アルノさんからの出禁まだ解けておりません状況ボーイまだですねはい、素敵ですね。30名の皆さんおめでとうございますというコメントもくれております。皆さんが、うん、あ、うまい、メープルうまいな。あ、そう、いいですね。さあ、じゃあ来週ですね。もう来週何しましょうかね、はい、ということで。来週はなんか、うん、滝沢さんの YouTube の YouTube じゃないです。ブログやったっけ、インスタやったっけな、インスタでしたっけね。インスタやねんって。あ、動画でやってるわけじゃないの。動画でやってない、動画やってない。俺が見せてもらったのは、うん、なんか、写真どんなやったっけな、写真はちょっと忘れてしまいましたが、あ、出来上がったもんにレシピの文字が出てるってこと。そう、レシピでこうずっとこんな風に作りましたって言って竹澤さんがずっと書いてはるのがあるのよ、うんうん、それに乗っかって作る方がいいってことね。だからなんかはっきりした表現ちょっと忘れちゃったんけど、うん、なんかもうハンバーグが苦しそうですよと言ったら、うん、
あの皿に盛り付けましょうとか、なんかそんな風なレシピ。わかるかな。それで有野さんに、うん、それでも苦しそうかどうか俺わからへんでって思いながら。ちょっと呼んでみましょうか。じゃあ作ったことない料理の方がいいのか。そうですね。あ、実際のねこれ、うん、ハンバーグ、あ、めっちゃ美味しそう。武田さんすごい上手。あ、美味しそうやん。大きめのハンバーグや、分厚い。タワラバーグみたいな感じのちょっと分厚いコポッとした。ハンバーグの作り方ね、はい。今回は当たり前に混ざり合う合いびき肉、目つぶし覚悟の玉ねぎ、そして食品界のダイヤモンド卵、あとは湯に入れるとふやけるお麩をご用意ください。お麩ね。腰を上げる作業から始めたら楽ですので、最初はシミとの戦いで、あんだけ丸々と成長したというのに見るも耐えられない形にしていきます。粉々にこちらがすると、向こうは抵抗したいのか対抗しているのか、ギリギリまでシミスープ出してきますので、シミスープ出してきますので、うん、気合いお願いします。うん、子供の頃に糸を通して遊んだビーズぐらいにしてください。そうしましたら、フライパンにて玉ねぎには悪いですが、染みさせられた気持ちをバネにして玉ねぎを厳しく追求するように炒めます。炒めんの玉ねぎを、うんうん、明らかな茶色になるくらい前におやめてください。おやめてください。はい。そしたら皆さん大好きな手触りの時間です。熱々やで玉ねぎ。というような感じで、もうどん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 進んでいくんですよ。なるほど。それで作るってこと。これで。じゃあ作ったことないやつの方がいいんじゃない。ハンバーグが作れるからそうじゃないやつなの。だからあのさんも 見ないでくださいね。はい。これ見てしまうと何を、今はハンバーグの作り方って言ってハンバーグを謎で出したから、タイトルが分からずに俺はそれを言われて、うん、そうそうそう、こういうことかなって作る、ね、俺が発表していきますんで。他にも多分レシピあると思うね。 あるでしょ。あ、じゃあハンバーグでもいいのか、うん、ハンバーグって教えられずにこの材料と発表されたことについてやっていくってこと。発表通りにやるんです。発表通りにやるね。目つぶし覚悟の、あ、これかって。分かりました。だから目つぶし覚悟っていうのはやっぱ多分あれでしょ、玉ねぎが目にしみるって、染み出すソースっていうのはちょっと目にしみる、あの玉ねぎの液体のことなんちゃうかな。玉ねぎの液体、玉ねぎを刻んでる時に出てくる染み出しソースっていうのが玉ねぎから出てくる。いや、玉ねぎ染み出さへんよ、切って。トマトじゃないから切ったところでジュワッと、ね、目に染みる染み出すソース。じゃあ涙のことっていう僕は解釈をしたんですけども。そうなのか。アルノさんのそういうだから片頭では多分無理やね。無理なんで。だからちょっと読み上げながらこういうことしちゃうかって言われながらってこと。僕もだから滝沢さんの一切見ないで、うん、俺もこの1個しか見てないのよ。ああ、そうなんや。うん、なるほど。はい。腰を上げる作業からってことね。腰を上げる作業からです。わかりました。僕もじゃあ答え見ないで、はい、なんかこう手伝いながらやります。あ、じゃあ部分だけコピーしてもらって。はい、そうしましょう。はい。じゃあ次回は、うん、滝沢謎解き料理へ。流行りの謎解きだ。謎解き料理。と、残りのフランスのお土産の発表ね。そうですね。はい。はい、当選発表。皆さんは予習しておいてください。だからシャープ良い子チャンネルでね、うん、こんなんありましたよっていうのはちょっと黙って、うんうん、つぶやくのは黙っていただいて。あと滝沢さんにも内緒にしておいてください。滝沢さんにも内緒にしておいてください。ね、まだちょっと事務所通さなかったらえらいこと。ややこしい、ややこしい。ね、本人行きますんでって言うと気に使うから。絶対来へんやろ。来てくれへんやろ。次週は滝沢謎解き料理に我々チャレンジしたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ今週は以上です。バルス。